下関で活躍している地元を愛する人たちをご紹介するトーク番組、素敵な下関人を山下真由美がご紹介。それでは行ってみよう、下関人図鑑。Jコムからお届け、下関人図鑑。はい、今回も始まりました、下関人図鑑。この番組は下関で元気に活躍しています下関人にゲストとしてお越しいただきましてお送りしていますトーク番組です。今回も進行役は私、Jコム下関地域アナウンサーの山下真由美です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回はね、82回目となりました。ゲストはこちらです。下関市立大学の学長、川波陽一さんです。下関市立大学の学長をしています川波陽一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ネームレートございます。はい、よろしくお願いします。いや、学長、今日は本当にお時間いただきありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今回の収録場所をご紹介いたしましょう。学長が出演ということで、下関市立大学にやってまいりました。そして私がおります場所は学長室ということで、いつもこちらでお仕事されているということですね。基本的にはここですね。はい、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは今回もですね、まずは3つのテーマからご紹介してまいりましょう。こちらです。はい、じゃんと。はい、1つ目、経済学者への道。そして2つ目、経済を学ぶなら下関市立大学。3つ目、地域に根ざして世界を目指す大学に。この3本柱でお送りしてまいります。さあ、それでは早速1つ目のテーマまいりましょう。経済学者への道というテーマでございます。川上さんは、ご出身はどちらですか？生まれたのはですね、福岡県の今朝倉市と言ってますけれども、そこの生まれです。小さい頃ですが、何歳ぐらいですかね？正確にわからないんですが、おそらく3歳、3歳ぐらいとは、1歳上の姉と一緒の写真で。そうですか。どういう状況、多分家の前だと思うんですけれども、何の記念であったのかよくわからないんですがちょっとこれ記念写真っていう感じの写真ですよね。そうですね。子供の頃はどうでしょう、どんなお子さんだったかっていうのは。そうですね、その生まれたところが九州の大きな川の筑後川っていう川があるんですが、その支流の小石原川っていうのがあって、はい、野原や山で遊んでたっていう、そういう子供でしたね。大学に進まれる時には、将来こうどんなこう道を考えて選ばれたんでしょうね。経済学部に入ったんですけれども、子供の頃からですね、なんて言いますか、そのテレビで、その海外特派員報告とかですね、そういう番組見たりとか、あるいは割と年刊とか図鑑とか、はい、そういうのを見るのが好きで、ですので社会科学って言いますかね、経済とか、そういうところに興味があって、経済学部に進もうということで、経済学部に行きました。どちらに行かれたんですか？福岡市のですね、高校出てすぐ九州大学という大学の経済学部に入ってですね、で2年生のですね、後期に外所講読というのを取らなきゃいけなくて、で外所の、私は英語とドイツ語を取ったんですが、ドイツ語の先生がたまたま出たら、その先生の専門が金融論だったんですね。ですので、その先生のドイツ語の経済の講義を受けて、で3年生からその先生のゼミに入って、金融論を専門的にやると。そういうことをやってましたね。ゼミの先生が結構後押しして大学院に進まれたという。ですので3年生から4年生にかけて自分の将来どうするかということを考えなきゃいけませんので、私は就職しかないかなと思ってたんですけれども、こういう道もあるよということで大学に進むということを、ちょっと背中を押してくれたと。それが3年生の終わりぐらいでしょうかね。そういうことで経済学の、学者への道がそこで、そうですね、決まったといいますかね。そうですね。大学院も卒業されて、そのまま九州大学に残られることになるんですかね。そうですね、助手にまずなって、助手を2年間やって、その後助教授になったという。助手時代の写真
借りております。あ、そうですね、それは若いそれ当たり前ですけど、これおいくつぐらいですか？29歳、ね、こちらの黒い服の方ですね。助手もされて、はい、助教授になられて、でその後、まあ、大学、留学をされたりするということでね。そのもともとですね、私はまあ、特に大学院の頃はイギリスのことを勉強したんですね。イギリスの金融とか、あるいはまあ、銀行のことをですね、しかも古い19世紀のことを勉強してて、でもやっぱり金融論だったらもっと現代のことをやりたいなというのを、まあ、漠然とその頃から思っておりまして、はい、助手になって助教授になった頃からやっぱりアメリカをやろうということ、それからアメリカをやるんだったらやっぱり現地に行ってですね、そのアメリカの経済学者と、あるいはアメリカの経済を見てみたいという思いをだんだん強くしまして、どこかいいその奨学金を出してくれるところはないかなと探しておりましたらですね、まあ一つありましてですね、はい、そこへまあぜひ行ってみようということで願書を出したんですね。留学の時の写真ですよね。真ん中に写ってらっしゃる方はこの北九州市の方で、その左の方が九大の経済の先生、西村教授なんですが、その右が私が留学時代、これは多分ですねロースクールの建物の前だと思うんですけども、まあ調査に来られたので私がご案内したということなんですけれども、まあ私がいた研究機関は遠近研究所といいましてね、ちょっと聞き慣れない名前なんですが、いわゆる東洋学ですね、中国研究、韓国研究、それから日本研究がやられていて、まあ、ライシャワーさんなんかもここにおられたんですけども、そこがその東洋のその極東のですね、しとしと3カ国からにいる若い研究者に奨学金を与えて、まあ、どうぞ研究してくださいというそういうプログラムだったので、それに応募したと。どれぐらい留学されてたんですか？当初は1年の予定だったんですけれども、途中で伸ばして結局もう1年2年間ハーバード大学の時の、面接してくれた先生がなんだか今思えば そうですね、縁があるじゃないかと、はい、まあ、私下関にたまたま来たんですけれども、アルバート・クレイグという先生で、その先生が私がそれを応募した時にですね、所長だったんですね。でかつ日本研究をしておられて、かつその長州の研究をしてらっしゃいますね。明治復興期における長州の研究というですね、そういうご所長もあるという方で、まあ、日本研究では非常に有名なんですね。当時は福岡のご出身ですから、まさか下関の大学の方に、ねね、お勤めになるっていう予測はされてなかったですよ。今思えば下関長州のことを、研究してらっしゃる。ですからこの先生が私を訪問研究員として採用してくれなければ、その後の私の研究者としての道も随分変わったものになったかもしれないし、非常に縁があるなと思うんですけれども、それ以外に下関っていうのは、高杉晋作ともなんだかつながりが、ね、それはあるというこちらにですね下関に来てから分かったことなんですけれども、晋作は4月14日に亡くなっているんです。命日なんですね。で私4月14日に生まれておりましてですね遠く時代は離れてるんですけど、命日と誕生日がくしくも同じ日だというですね、こじつけかもしれませんけれども経済を学ぶなら下関市立大学というテーマで参りましょう。30代40代50代60代どんなふうに活動されてこられたんでしょうか？まあ大学のですので、まあ教育をすると、それからそのために研究をするっていうのが基本的な仕事なんですけれども、やっぱり30代の時は教壇に立つっていうのも大変緊張しますし、その学生さんに教えるっていうことは非常に重たい仕事ですので、割と準備をしてですね、結構面白い講義ができたのではないかなというふうに、まあ自分では自己評価。40代はやっぱり地域のですね、いろいろ行政関係、あるいはその特に財務支局とか日本銀行とか、そういうところのとの方とのですね、お仕事が増えてまいりました。それから、まあ、50代40代の終わりから50代にかけては、
まあ、学部あるいは大学の割と委員とかですね、そういう仕事が入ってきて、結構そういう行政的な仕事が増えてきましたね。国際的なお仕事も関わられたりとか。そうですね、はい、ちょうど2000年ですね、うんうん、これ九州沖縄サミットっていうのがありまして、はい、で沖縄の方で首脳会議、それから福岡で増商中央銀行総裁会議っていうのがありまして、まあ、それを記念してIMF と国際協力銀行とあと九州大学が、まあ、ジョイントのですねコンファレンスをやってですね、はいはい、そこで発表して、これはですね、はい、そのまだ2000年よりも10年近く前、9年ぐらい前になりますが、中央アジアのですねキルギスタンという国の首都で、はい、バザールのその門の前で撮っていただいた写真なんですが、まあ、要するに89年にベルリンの壁が崩壊して、これは外務省の確か方と一緒に行ったんですけれども、どういう金融制度が必要なのかということについて、まあ、調査をするために行ったということですね。いろいろされてこられてるんですよね。川波さんがこの下関市立大学にやってまいりました。これいつのことですか？これはですね、もうそろそろ丸4年になるんですけど、2016年の4月学長ということで来られたわけですよね。まあ、13代目の学長になるということ で、私立大学はですね、はい、1956年に創立されてるんですね、はい、下関商業短期大学ということで、1956年ですので、もう、2016年、まさに私が着任した年に60周年を迎えたんですけれども、それから、はい、6年後にですね、はい、62年に、はい、4年生の大学に移行します、はい、これは経済学科、経済学部経済学科だったんですけれども、はい、その後1983年だったと思いますが、国際商学科ができました。でそれから2000年に大学院が開設されまして、はい、2007年に国立大学法人となりました、うんうん、はい、それから2011年に公共マネジメント学科ができて、まあ、はい、現在に至っているという、イメージとしては経済学を学ぶ大学なのかなという印象なんですけれども、これは私がこちらに参ってからもですね、感じたことなんですけども、やっぱりいろんな意味でこう下関っていうのは結節点って言いますかね、こう文明的にもですね、あるいは経済的な交流貿易とかですね、あるいは人の流れにしてもですね、その、まあ、結節点クロスロード的な、はい、位置にありますので、そこで まあ、特に経済的な日本の国内の本州と九州とのつながりとか、あるいは大陸も近いのでその大陸との交流とかですね、その中で下関で、まあ、商業とか経済とかいうのはですね、非常に重要な機能を持っていると思うんですが、そうですね、そういう中で若い人たちの中にですね、やはり経済とか商業をもっと学びたいっていう非常に熱気あふれる若い人たちがいて、そういう人たちの、はい、まあ、希望ですかね、それで作られたっていうのがこの商業短期大学として発足したっていう背景にあったということらしいですね。やっぱり下関の土地ならではの大学かもしれませんね。そうですね、地域に根ざして世界を目指す大学に、その地域に根ざし世界を目指すというのは、はい、実は第5代の学長をされた山田達夫先生という方がいらっしゃるんですが、その方 の意向の中にですね、書かれていた言葉で、もっと正確に言うと、研究は地域に根ざし、教育は世界を目指すという、そういうことだそうで、まあ今本学の学生さんというのは大体4割弱が九州の各県から、それから4割強が中国四国、それからその残りの2割ぐらいが関西、それから中京地区、それから関東、東北、北海道、もう全国から来ているということでですね、非常にバックグラウンドが非常に多様であるということがあります。そういう2200名以上のですね、学生さんが今この山本のキャンパスにいるんですけれども、ここでそういういろんな地域から来た学生さんが一つのキャンパスに集まってですね、日々
この生活してる、まあ、勉学をし生活している、そして卒業したらあの日本、まあ、地域にあの残る学生さんもいますけども、日本全国、ね、さらには世界を目指してですね活躍するという、まあ、そういう、あの、まあ、活動をしているわけですね。今現在どのような学部がありますでしょうか。学部は経済学部なんですが、学科が、先ほど言いましたように経済学科と、はい、それから、うん、あの国際商学科、うん、それから公共マネジメント学科という3学科なんですね、うん、あと大学院経済学研究科がありまして、はい、1学部3学科1研究科っていう、まあ、そういう、体制なんですね。そうですね。経済学科っていうのは、うん、まあ、一番古い学科なんですけれども、あの、まあ、経済の理論とか歴史とか制度とかですね、そういうものを学んで、地域経済、日本経済、世界経済を分析するというですね、はい、まあ、そういうことになります。それから国際商学科は、国際という国なんですけれども、はい、あの、まあ、特に東、あのアジア、一番新しくできた公共マネジメント学科というのはやっぱり地域、公立大学ですから地域との関わりは非常に重要でありまして、はい、 その地域コミュニティが抱える課題、うん、いろんな課題がありますけれども、はい、そういう課題に対してですね、まあ、多様なあの学問領域からアプローチするということで、うん、経済学、経営学、それから行政学、それから社会学といったようなですね、まあ、そういう多様なあの分野という、最近これはあの学際的って言ってるんですかね、学際的なあの手法で、はい、まあ、アプローチしていくという、まあ、そういう非常に独自性を持っている、そういう学科なんですね。もしかしてこれあの登壇されているのは前田市長だと思います。見えますか、前田市長なんですけれども、こういうふうにあの市長だったり、ね、あの行政の市の職員の方が、はい、なんか講師に来られることもある、この前田市長にご登壇いただいたのは2017年だと思いますけれども、あの公共マネジメント実習というあの科目でですね、まあ、あの市政全体についていろいろご講義いただいた。それから今年度ですね、はい、2019年では、あの公共マネジメント1と2とやっておりまして、これが2の方じゃないかなと思いますけれども、はい、亀山八幡宮かなと思うんですけどね、はい、何してるんですかね。あの、まあ、フィールド調査の一環としてですね、あのその学生さんと一緒に先生が、あの外に出てるということだと思いますね。現場に実際に学生さんも行って、そうです、なんだか課題とかそういうのを見つけてという、やっぱり地域という枠組み、それからあの先ほどの学際という手法、それからあのやっぱり現場というのがですね非常に大事になりますので、これからどんな大学を目指してどんな取り組みをされていこうというイメージがありますでしょうか。あの本学の、まあ、特に学生さん、あの、まあ、先生方は非常に多様なあの研究をしていらっしゃるんですが、学生さんあのまあ、就職する方が非常に、まあ、ほとんどなんですけれども、ね、あの特に企業なんかのですね、あの評価は非常にあのいいんですね、うん、ですのであの、まあ、あのこれをさらに続けていきたい、まあ、就職率も非常に高いです、うん、で加えてですね、あのただこれから非常に日本の大学というのはあの厳しい時代です。18歳人口は2040年には大学進学者が、うん、50万人になりますよということでガクンと減るんですね、うん、でそういう中で我々あの下関市大として、うん、そういう中で、まあ、高等教育機関としての、 あの活動を続けていくためにはですね、やはりそういうあの中でどういう教育をしていくかということが非常に重要で、うん、まああのまあ、今次第ではどんな教育しているのと、次第に言ったらどんな能力が身につくのかということをですね、やっぱりあの18歳の皆さん、あるいはその親御さんにですね、お示しするということが非常に大事だと思っておりますので、今そういう取り組みをですね、つまり学生がどういう能力を身につけることができるのか、それをしかも社会に公表するというような仕組みとしてどういうことが考えられるのかということですね、まあ、あのそういう仕組み作りをですね一生懸命やってると、で先ほどのですねあの企業の評価をさらにいいものにしたいと、まあ、そして次第のですね認知度をさらに高めていくと、
まあ、そういうことを やっていきたいなというふうに、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、そうです、ね、先生方には高度な研究をやっていただくことになりますし、まあ、国際交流も進めていかなきゃいけない、まあ、そういう中で、そういういろんなことをに取り組んでいきたいなということですね。今回のゲストは川波洋一さんでした。ありがとうございます。